フク雨の家宝春 C さんが小学校六年生の頃学校で妙な噂が流れた雨が降るとあるはずのない家が見える時がある三角屋根の白い家でその家の家主に捕まると二度と戻って来れないという C さんは作り話だと馬鹿にしながらも、密かに怯えていた。ある日の帰り道のことだった。途中で雨が降ってきた。傘を持っていなかった C さんたちは、騒ぎながら競うように駆け出した。先に走っていた友人の一人が、不意に立ち止まる。顔を横に向けて何かを見ている。どうしたの 追いついて友人の視線の先を見た C さんは凍りついた。汚れた白い漆喰の壁と三角形の屋根のある家。明かり取りのすりガラスが入った木製の扉がついている。モダンなデザインだが汚れ具合から見てだいぶ古い家のようだった。こんな家があっただろうか。 毎日通っている道なのに、朝もこの前を歩いたはずなのに、C さんにはその家の記憶がなかった。ここ、空き地じゃなかったっけ ?C さんのつぶやきに友人たちもうなずく、皆傍然と三角屋根の白い家を見つめていた。一人がふらりと近寄って行き、扉のドアノブに手をかける。 なぜか鍵がかかっておらず、きしんだ音を立てて扉が開いた。傍らにつけられた表札は随分ん傷んでいた。文字の塗装も剥がれていたが、かろうじて、坂という字が読み取れた。家の中も古い印象だった。年季の入った板張りの廊下が長く伸びている。両側に壁と同色の白い扉が二つずつ並んでいた。 その突き当たりに階段がある。へんな間取りだ。金折れ型で数段上がった先に、あかり取りの小窓がついた小さな踊り場があった。そこに、真っ赤なバラの切り花が数本飾られている。ほのぐらい家の中で、そこだけが異様に浮き立って見えた。ねえ、帰ろう。勝手に開けたらいけないよ。 無言で家の中を見つめる友人たちに C さんは恐る恐る声をかけた。もう遅いよ。誰かが階段を指さす。トン、トン、と軽い足音が聞こえた。何かがゆっくりと階段を降りてきている。<っ> !C さんは息を飲んだ。踊り場に現れたのは、裸足の両足。 足首から上はなかった。くるぶしから下の足だけが階段を降りて廊下を歩いてくる。爪に塗られたシンクのペディキュアが妙にはっきりと見える。白い足の甲に青い血の筋が透けているのまでわかるほどそれが近づいて、ようやく友人の一人が悲鳴を上げた。 釣られるように次々と絶叫し皆が駆け出す。我に帰った C さんも雨の中を夢中で走った。泣きながら帰ってきた C さんを心配する母親にありのままを話すと、母親は呆れたように言った。思い込みで幻覚でも見たのよ。翌日は晴れた。 普段の家の前を通ると、やはり、空き地だった。雑草が茂る光景は、C さんの見慣れたものだった。いぶかしみながら投稿し、昨日一緒に帰った友人に話しかける。空き地にあった家のことを言うと、みな懸念な顔をした。昨日は雨が降ってきて、空き地の前でみなばらけて帰ったじゃん。傘がないから走ってさ。 くえがらせようとしてんの一様にそんなことを言う。わけがわからなかった。友人たちとはそれが原因で見学になってしまった。あれは夢だ。夢だったのだ。雨が降るたびに C さんは自分に言い聞かせた。その後、雨の日に九段の家を見たという話は聞かず、 いつしか噂をする者も,もいなくなった。時が経ち、就職して街を出ていた C さんは、久しぶりにふるさとに帰ってきて驚いた。あの空き地に家が建っている。白い壁に三角屋根。まさかと思ったが、今度は現実に建っている。まだ新築らしく、 かすかに木の匂いが漂ってくる。真新しい綺麗な表札がかかっているのが目についた。表札には、上坂という名が書かれていた。もう、何が何だか、私、もしかして、あの家の主に捕まったんじゃないのかな。C さんは、 青白い顔をしていったフクロウいる中野前後 K さんが中学生の頃祖母が亡くなった仲の良い夫婦だったので残された祖父が心配だったそうだ 部屋数の多い屋敷に一人ぽつんといる祖父を思うといたたまれなかった。実家に戻るとやはり祖父の元気はなかった。会話をしても口数はいつも以上に少ない。悪くなった腰がさらに丸まって見えたという。葬儀の帰り際に大丈夫と声をかけた。祖父は笑って 大丈夫だよ」と言っていたが無理をしているのは明らかだった自宅に戻る道中「おじいちゃん心配ね」母親が不安げに言ったあの落ち込み用を見ると後追いをしかねないそれほど祖父は参いていた元気づけるつもりで週に何度か電話をしようということに決まった 数回ほど電話で話したが相変わらず祖父の声色は暗いままだった。うんとかそうだなとかこちらの話題に対して小さく相づちを打つだけで話しているケイさん自身がめいってしまいそうだった。しかし数週間もたつと少しずつ祖父の様子も変わってきた。 声こそ暗いものの食事のことや趣味のことなどを話してくれるようになってきた。次第に調子を取り戻し、そうして四十九日を迎える頃になると、すっかり元気になっていた。法要を済ませた後の食事会では、多少の疲れが見えたが、他の親類とも笑顔で話しており、もう心配はないだろうと思われた。 その日は週末で、K さんたちはそのまま実家に泊まることになったそうだ。晩ご飯を食べながら、それとなしに元気になってよかったということを伝えた。K さんの母親も、うんうんと嬉しそうにうなずいている。お酒を飲んでいる祖父は照れくさそうに、あいずはまだこの家にい,いんだよ、と言った。 長年二人で暮らした家なので祖母の生活感はあちこちに残っているふと振り返ると祖母がいてもおかしくはないそんな雰囲気を感じることができたきっと祖父も同じことを感じていたのだろうそうだね K さんは笑ってうなずいたおめえにも見えんのがビールをぐっと飲み干すとうれしそうに祖父が言った 見えるの意味が分からず、返答に困っていると、祖父はそのまま続けた。ほら、今もそこにいる。テレビに視線を向ける。つられて K さんもテレビを見る。国営放送のニュースが流れている。けげんな顔で祖父を見ると、上機嫌でビールを飲んでいた。母を見ると、 飲みすぎね、と声を出さずに口だけで言っていた。さげのせいじゃねえ。ほんにあいずはこの家にいる。今日は四十九日で心配だったが、あいずは午後に残ってくれなんだ。そう言ってビールを飲み干すとテレビを消した。ほら、 そう見てみろ祖父は真っ暗なテレビ画面を指さした K さんはまたテレビを見た画面には K さんと K さんの母親そして祖父が写っているさっきから何を言ってんだろうそう思った瞬間気づいたテーブルを囲むように座っている3人の後ろに もう一人いた。うわっと思ってすかさず振り返る。誰もいない。しかし画面を見ると、確かにそこに人が立っている。ケイさんと母親は画面と自分たちの後ろを何度も交互に振り返ってみた。不思議と怖いという気持ちはなかったそうだ。こんなことありえない。しかし、 ももしかししかかたらあるのかもしれない。そんなことを思っているとふと妙に懐かしい気持ちになった「ああそういえばおばあちゃんいつもこんな服着てたなあ」「面の中にいる祖母の顔をじーっと見つめているとまた気づいた」 自分たちの後ろにいるのは全く知らない老婆だったという。フクロウ、顔、ムーンハイツ。30年以上前の夏、直木さんは N 県の温泉宿でアルバイトをした。 住み込みで3ヶ月働いて数十万円ためバイクを購入する計画だったその宿は山の中に佇んでいた到着した日は仕事はなく宿の支配人から今日は温泉入って食事してゆっくりしてねと歓迎された夕食後部屋に案内するから荷物まとめてね 旅館で寝泊まりすると思っていたが違うらしい支配人に案内されて一緒に旅館の裏口を出て暗い山中の獣道に入っていく「おいおいどこ行くんだよ」と思いながらついていくと少し開けたスペースにプレハブ小屋が建っていた広さは6畳ほどだろうか この小屋付近にはリードでつながれた犬が二匹飼われていたこんな山奥の小屋に寝泊まりするとは聞いておらずめんくらっただが彼は動物好きだったこともありまあいいかと腹をくくったアルバイト三日目その夜は旅館でトラブルがあり対応に追われた 小屋に戻ったのは十一時、へとへとになり部屋に入るやいなや、布団に身を沈めた。その夜半、パチリと目が覚めた。ゾワッという全身を駆け巡るおかんの勢いで覚醒したのだ。なんだなんだと戸惑っていると、外の犬がキャンキャン吠え出した。上半身を起こした直樹さんが布団脇の窓のカーテンをガバッと。 と全開にすると窓ガラスいっぱいに年老いた男の巨大な顔だけが写っていた面長で額からあごまでの長さは1メートルを超えていた野球ボールサイズのその眼球にはフンヌの色がにじんでおり直樹さんをギロリとにらみつけている 心臓がうねったたまらず靴も履かずに木のみのまま小屋を飛び出したそして獣道をはだしで走った山を降りなきゃいけないと感じた真っ暗な山の中を無我夢中で駆け降りる麓にたどり着くと食料品の個人商店が見えた。 山中を走り続けてずたぼろだったためその店先のシャッター前に座り込んでガタガタ震えていたその時シャッターに体がよっかかってしまいガシャーンと大きな音が鳴るしばらくして隣のシャッターが開いて店主らしき壮年の男性が姿を現した「何やってんのお前」 すすみませんあれ旅館のバイトの子あはい店主は旅館に食料を納品しており直樹さんの顔を見知っていたようだどうしたなんか変なの見ちゃってああ見たんかで逃げてきた 直木さんがこくりとうなずく。店主は、ちょっと待ってろ、と言い残し、店の奥に消えていった。どこかに電話をしているようだ。数分後、店主が戻ってきた。バイト、今日でやめろ、話つけといたから。話の展開が早すぎて、理解が追いつかない。 店主は何らかの事情を知っているようだが直樹さんは疲れきっていたので質問する気力はなかったその後店主の軽トラックで旅館まで送ってもらった商店から旅館に向けて出発する頃には空が白み始めていた旅館に戻った直樹さんを待っていたのは宿の支配人だ 小屋に放置してきた荷物もまとめて用意されていた小屋に泊まるの厳しいかなち,ちょっと無理ですいやいや,いやいいよありがとう支配人はそうねぎらうと封筒を2つ手渡してきたバイト代と交通費だと言われた最後に直木さんは小屋のあれ何ですか と尋ねてみた。支配人は少し間を置いてこう答えた「あ人間だったんだけどねえ」その独特な言い回しには含みがありそうだったがそれ以上は詮索せずに彼は旅館を後にしたちなみに 実際の交通費は一万円程度だったが、交通費の封筒には三万円が入っていた。約三日分のバイト代の封筒には十万円が入っていた。ふくろう牛乳屋の集金、船岸みなみ タワラさんはいわゆる見える人らしく、若い頃は看護師として働いていたそうだが、どうにも見えすぎてしまい、結婚してからは夕方の短い時間だけ行う牛乳屋の集金のパートに切り替えたそうだ。そんなタワラさんが集金を担当する地区に、いつも、お母さんいないからわかりません、と幼い子供が出てくる家があった。 タワラさんもイルスを使ってるんだろうな、とうすうす気づいていたが、無理やり引っ張り出すわけにもいかず、黙って通うことにしていた。だが、その家へ行くのはあまり気乗りがしなかった。タワラさんは自家用の軽トラで集金を行っていたのだが、配達所からその家までの道中。 必ず通らなければならない一車線の通りに差し掛かるとき、決まって2台に旧日本兵が乗ってくるからだ。毎日同じ場所で出現する日本兵は、その通りを抜ければ、すっと消えてしまうのだが、なんともいたたまれない表情をしているために、きっと戦争で亡くなった人なのだろうと見るのが辛くてたまらなかった。 怖いという感情より何もしてやれない虚しさだけが日々俵さんの胸に残った。その日も俵さんは九段の家へと向かった。そして通りに差し掛かる。バックミラーで荷台を見ると、やはり軍人は悲しみに満ちた表情で荷台に乗っていた。 タワラさんは気持ちスピードを上げ、通りを抜けてから再度バックミラーを見た。もう誰も乗っていない。何もしてあげられなくてごめんね。きっと私が見える人だということに気づいて乗ってきてるんだろうけど、除霊とかはしたことがないからわからなくて。そう心の中で謝っていると、助手席に人の気配を感じた。まさか。 助手席を見ると、軍人がこちらを見つめながら座っていた。近くで見た軍人の目からは悲しみが溢れ、何かを懇願しているようにも見えた。それからしばらく待ってみたものの、軍人は座っているだけだった。危害を加えそうにないことがわかりほっとしたが、とはいえ自分にはどうしようもないとも思った。 軍人の胸元に汚れた何かがあるのが見えた。土をかぶって茶色くなっているそれは名札だった。名前がわかれば会話できるかもしれないと思った田原さんは路肩に車を止め、軍人の名札を確認した。そして声をかけた。はじめまして、田原です。毎晩会ってましたけれど、 こうやってお話をするのは初めてですね。大井さん。田原さんは努めて冷静に話しかけた。すると、悲しみに満ちていた軍人の目に、一末の安らぎが宿った。ほっとした時や感謝した時に人間が見せる、あの世紀が宿った目だ。そして、軍人はふっと、 と消えた。「ああ成仏できたんだろうな」と田原さんは思った「今まで誰からも忘れられていた自分の存在がようやく誰かに認識してもらえた自分の死を受け取ってもらえたそれでやっと成仏できたんだろうね長い間ずっと一人ぼっちだったんだろうね」と田原さんは言う。 それから例の家に着き、チャイムを鳴らすとまた子供が出てきた。決まり文句のように、お母さんいないからわかりません、という。<laughs> じゃあ、お母さんに伝えておいてね。タワラさんは自然と言葉が柔らかくなった。明日でいいか、明日また来よう。そう思い、キロに着いた。翌日、 タアラさんはいつものように軽トラで集金に向かった。心の中で軍人に手を合わせつつ、あの通りに差し掛かる。天国に行けてるといいな。ふと何気なくバックミラーを見ると、荷台には大量の人らしきものがうごめいていた。老若男女。 中には肉が崩れ落ちて人の姿をとどめていない者も,もいた。さすがに、その家の集金は別の人に任せちゃった。私にはあれだけの数ばききれないから。袋を、ここから出して、高倉一き これは田辺さんの中学校の話だその学校では階段の踊り場に大きな姿見がかかっていた卒業生が寄贈したというその鏡は縦にも横にも広く豪華な額縁までついていたのだけれどその大きさゆえに他に置き場がなかったのだろう 日当たりの悪い校舎の隅,の隅の階段に追いやられていた田辺さんは入学以来ずっとこの鏡が怖かったというそれらしい噂を聞いたわけでも何かを見たわけでもないただなんとなく田辺さんはこの鏡を見るのが嫌だった暗がりにかかった鏡は古びていて曇りやゆがみが出ていた それで気持ちが沈むのだろうとそういうふうに納得していたそれが気のせいではないと田辺さんが思うようになったのはたっぷりと2年以上を過ごした最後の文化祭の前だった友人たちと創作ダンスの練習をしようという話になった練習場所に悩んだ時 あの踊り場を使おうと言い出した友人はあくまでいいアイディアとして提案してくれたのだ。田辺さんは気が進まなかった。できれば踊り場に近寄りたくはなかったけれど鏡が怖いなんて子供じみた理由で友人たちを振り回すのは気が引けた。実際、 暗いことと埃りっぽいことを除けば踊り場はいい練習場所だった鏡の額縁にスマホを立てかけて動画を撮ることもできたそれを見直してはダンスの出来を話し合う練習のかいあってダンスは日に日に仕上がっていったがどれだけよく踊れた動画でも家に帰って見返すのは気が進まなかったというそれはもちろん 画面の隅に見える額縁や時折映り込みさえする鏡のせいだっただから一人の時には動画は見なかった放課後の練習だけで十分に上達しているという自信もあったその自信が唯一揺らいだのが文化祭の前日だったさすがに確認がしたい明日に備えたいそう思って 寝る前ににスマホを手にした。再生するときには少し抵抗もあったがダンスが始まってしまうと気持ちはそちらに向いたところが途中から雑音が混じったほとんどは音割れによるものだだがその中にひときわ耳障りな音があった思わず耳を押さえ顔をしかめてしまうような不快な音だった甲高いそれは 例えるなら黒板に爪を立ててしまった時のような音だ。背筋が寒くなるとっさに目をつぶってしまうそういう意味でその音は黒板の音によく似ていた。もちろんそんなものが練習中に聞こえていたはずはない。細切れのけれどしつこい音が続く間にも。 画面の中の田辺さんと友人は踊り続けている。だから田辺さんも動画を止めなかった。踊りをにらみまばたきすら惜しんだ。だからありもしないものが見えたのは音にすくみながら目を細めていたせいだと田辺さんは今でも思っている。動画の端 額縁の前に手のようなものが見えた。痩せた貧相な手だった。どこかの窓辺で見たなら老人の手だと思っただろう。けれどそこは学校の踊り場だった。老人などいるはずがない。まして鏡の前では田辺さんたちが踊っているのだ。田辺さんをよそに。 手はちらりちらりと映り込む甲高い音も続いていたあ,あこの手が鏡に爪を立てているのだそれがキーキーと耳障りな音を立てているのだ気づいた時田辺さんは今度こそ背筋が凍ったというとっさにスマホを伏せ目もつむったけれど 耳にはまぶたがない。動画の最後で田辺さんの耳にはこう聞こえた。「出して!」と。田辺さんはすぐにその動画を消してしまった。見直すことも誰かに見せることもしなかった。だからあの音や手は それらしいただの影や雑音だったのだと田辺さんは思うことにしているフクロウ魚嫌い風来ボタン直樹さんは大学生の頃父のいとこの通夜に参列した父のいとこは双子で その兄の方が亡くなったのだが、直樹さんはその兄弟にほとんど会ったことがなく、顔と名前もうろうぼえだったそうだ。ただ、覚えているのは、兄弟ともに大の魚嫌いということだった。中学生の頃、法事か何かの後の宴席であった時、同じ顔のでっ ぷりしたおじさんが二人並んでいるのが面白くて色々と聞いたことがある。直木さんが双子って好き嫌いも似てるんですかと質問すると二人が何か答えようとする前にそばにいた父が二人とも魚がすごく嫌いだよと笑いながら教えてくれた。よく見ると確かに二人して刺身や焼き魚に手をつけていない。それどころか カツオの出汁も苦手で、魚と同じワに入ったものにも、匂いがうつっていると言って口にしないようだった。直オさんも魚が好きではなかったが、ここまで苦手ではない。なんで二人とも魚が苦手なんですか尋ねると、二人は困ったような表情を浮かべていたが、昔は食べたんだけどね、と、 一人がぼそりと答えた。その言葉を聞くとなおさらどうして苦手になったのか気になる。直樹さんがその疑問を投げかけても二人は、うーん、とうなりながら首をかしげていた。変な間が空いてもう一人が答えた。中学の時に海で俺が溺れかけて兄貴に助けられてからかなあ。 溺れかけたことと魚が嫌いになったことがどう関係しているのかよく理解できなかった直樹さんだったが、この話題になってから二人の雰囲気が暗くなった気がして、それ以上の質問をやめたという。その双子のおじさんの兄の方が亡くなったと父から聞かされたとき、直樹さんは尋ねた。おじさんまだ若くないなんで亡くなったの 酔っ払って風呂に入っている時に溺死したらしい。父の返答で直木さんはふとあの時のふに落ちなかった会話を思い出したそうだ。<laughs> 通夜の会場に着くと親族の中に弟のおじさんを見つけた。が記憶の中の丸々した姿と違い随分やつれている。 父と並んで挨拶に行くと、憔悴しきった顔で、弱々しく答えてくれたという。艶が終わり、艶振る舞いの後も、直樹さんの父は祭壇の前で、親族と話し込んで故人を偲んでいる。手持ちぶさたになった直樹さんは祭場をぶらついていた。ぶらぶら歩きながら、振る舞いがあった部屋の前を通ると、 何か物音が聞こえる。中を覗くと弟のおじさんが一人でいる。おじさんは振る舞いで余った料理を手づかみで口に放り込んでいた。それも寿司や刺身など魚料理だけを手に取っているように見えた。 異様な光景に目を奪われている直オさんに気づかず、おじさんは我を忘れたように、一心不乱に魚を食べている。えぇ、え、咀嚼の合間に、おじさんの口から泣き声とも笑い声ともつかない音が漏れたとき、直オさんは静かにその場から離れた。翌日の葬儀も、 直樹さんは父と参列したが、昨夜のことは誰にも言えなかったそうだ。おじさんは通夜の時よりも、幾分か顔色がよく見えた。直樹さんは昨夜の光景が頭から離れず、葬式の間中、おじさんのことを伺ってしまったという。焼香の時間が始まり、おじさんが焼香台の前に立った時も、 なさんは目を離せなかった。するとおじさんが焼香を終えて一礼したのち一瞬焼香の香りではなく魚の焼けたにおいが鼻をついたというしかし周りを見たがほかの誰も気づいていないようで何事もなく葬式は終わった その後、一度だけおじさんと会う機会があったという。その時はさが魚料理に一切手をつけていなかったそうだ。ふくろう！さきちゃんなし。怖いというよりよくわからない話なんですけど。 都内の美容室で働いていてる女性、ここでは仮名でサさんとするが彼女はそう言って話を始めたサさんの母親は写真好きな人で彼女の幼少期の写真などは分厚いアルバムに何冊も残っているのだという写真を厚紙と透明なセロハンの間に挟み込むタイプの 自由に写真の取り外しができるアルバムを彼女の母は好んで用いていた。それで、うちの母は自分の娘が写っているとこだけを切り抜いちゃう人で、まあさすがにクラス全体の集合写真とかそのままでしたけど、ちょっとした風景とかなら容赦なく切り取っちゃうんですよ。だからたまにどこで撮ったんだかわかんない写真が出てきたりとかして、 <laughs> 見返した時にちょっとしたクイズみたいになったりするんですそう言ってさきさんは笑うこれは3年前の冬彼女が成人した時実家に親類縁者が集まって縁石が催された時の話であるテーブルに並べられた料理や酒が大方減ってきた頃母は思い出話の魚にと 彼女の幼少期のアルバムを引っ張り出してきたのだというそれで「うわ懐かしいこの動物園覚えてるよ」とか言いながらアルバムをめくっていたら私が小3か小4ぐらいの年代のページの隅にまだ切り取られてない長方形の写真があったんですよそれはおそらく入学式の教室で撮影された写真であろうとサキさんは話した 7歳くらいの年齢の男の子が一人、とりどりの絵が描かれた黒板を背に立っている。彼は口を引き結び、無表情でカメラを見つめており、写真には子供用のブレザーのようなものを着た上半身だけが写っている。そんな何の変哲もない写真である。しかし。 その場にいた家族も親戚も、その男児のことを誰も知らなかったのだという。そもそもサキさんは一人っ子で、小中と一貫して女子のみの学校に進学しているため、その時期はいわゆる男友達がほとんどいない。まして、教室に男の子がいる写真など、まず撮影できないのである。 当然、その場にいた人々でこの子は誰だったかという話が盛り上がるしかしどれだけ時間がたって会話が進んでも誰もその子のことを思い出せなかったこの男の子は誰でそもそもこの教室はどこでこの写真を誰が現像してアルバムに入れたのか誰も何も知らなかったのだという 咲さんはその場にいた家族や親戚の表情がだんだんと曇っていくのを感じたもちろんその場にいない誰かが持ってた写真を取り違えたとかいろいろと考えようはあるんですよでもだんだんその写真に写ってる無表情でこっちを見つめてる知らない男の子のことが気持ち悪く思えてきたんです 下を向いて目を細め、重い口調でサさんはそう話した。なんとなく自分や親類が集まっている今がそれまでよりも静かになったように感じられて、そこでサさんはその雰囲気を振り払うように、努めて明るくこう言ったのだという。<laughs> いやいや私の知らない子が私のアルバムにあるってどういう状況よすると半開きになった真っ暗な廊下につながるドアの向こうから幼い男の子の声で「ああさきちゃんも嘘ついて逃げたもんね」。 そんな声が聞こえたという。キさんの父親が廊下の電気をつけてもそこには誰もおらずただ寒々しい廊下が広がっていたそれで私たちはすぐその写真を捨てましたそれからは何かが起きたということもありません 彼女はそう結んだ。フク自己実家。松本エムザ。祥子さんが離婚という道を選択したのには、ご主人の実家に理由があったという。結婚当時、義実家には義母と、 義理の妹と義母の姑にあたる義祖母が暮らしていた。義父はご主人が高校生の頃にすでに亡くなっており、祥子さんがほとんど顔を合わせることがなかった。ほぼ寝たきりの義祖母も結婚三年目の年に他界した。さらに義母までも介護から解放された反動で、 買い物だ、旅行だ、と元気に飛び回っていたにもかかわらず、義祖母の死後わずか一年で、心疾患のため休止してしまった。ちょうど交際中だった男性との同性結婚の話も出ていた疑惑から、自分はこの機会に実家を出るから、お兄ちゃんたちがここに住めばと提案があった。 二階建ての 5LDK。閑静な住宅地にありながら、駅からは徒歩圏な上、周囲には学校や病院、スーパーなどが揃い、周辺環境も充実している。そろそろ子供をと考えていたうこさん夫婦にとって、それは実にありがたい提案だった。アパートを引き払い、 ご主人の実家で新生活を始めたが、数週間もしないうちに、翔子さんは頭痛や倦怠感などの体調不良を感じるようになった。引っ越し疲れかとも思ったが、仕事中は大して気にならず、自宅に帰るとどっと症状に襲われる。加えて、家の中で、 妙な物音を耳にするようになった。しょう子さんが台所に立つ際、リビングへ繋がる方角から、ガッ、ガッ、ガッと何かがぶつかるような音が聞こえてくるのだ。振り返ってみても、そこには誰もおらず、電化製品の異常なども見られない。 ご主人の在宅時にも聞こえたことがあったが、そんな音を聞こえた風じゃなくてと、家の中から聞こえているのだと訴えても聞く耳を持たない。そんなさなか、疑惑が顔を見せに現れた。この家にいると妙な音がする。あなたが住んでいた時は聞こえなかったか。 わらをもつかみたかった翔子さんは、ぎまいにことの次第を説明した。するとぎまいは、ああ、それね、たぶんおばあちゃんだよ。あっけらかんと、とんでもないことを口にする。おばあちゃん寝たきりになる前に、長い間、方行器を使っていたでしょそこんとこ、ちょっと段差があるじゃん。通ろうとするたびに引っかかっていたんだよね。ガーって。 その音がおばあちゃんが死んじゃってからもたまに聞こえてさ。まだこの世に未練があるのかね、などと、ギマいもご主人もむしろ微笑ましいエピソードのように語り合う。さらにギマいは、お姉さん、前からそんな言い方していたっけなどと妙なことを聞いてくる。いや、イジャケルだなんてさあ。 東京出身って経歴最初イジャケルとは北関東の方言で腹が立つを意味するという。疑曰いわくうこさんが会話の合間に「ああイジャケルはほんとイジャケル」と何度もつぶやいていたのだと。そうだな最近よく使ってるなご主人もそれに同意する。 祥子さんは驚愕した。彼女自身にそんな発言の記憶は一切なく、ましてやイジャケルの言葉自体初めて知ったからだ。それ、ママの口癖だったよね。亡くなった義母は北関東の生まれで、感情が高ぶった時によく方言が出ていたのだと兄弟は語る。 この家には、姑とと姑が今でも居座っている。すぐにでも引っ越そうというしょうこさんと、そんな大げさなというご主人との間に生まれた溝は埋まらずに、結果、離婚という形になった。元旦那、再婚するみたいです。共通の後輩なんだけれど、 彼女があの家に耐えられるか正直ちょっと見ものだなって現在の祥子さんは健康そのもの知らない方言をつぶやくこともなく至って平穏な日々を送っているフクロウ正義マン 天童高橋さんは正義感が強い男だった小さい頃から悪を倒す特撮ものが好きで将来はその正義感を活かせる警察官や医師になろうと思った時もあったがもともと体が丈夫ではなく体力試験や不規則な勤務時間には向かなかったそうして 今は定時に上がれる中小企業の会社員として働いているがその正義感が鈍ったわけではなかったその日高橋さんは珍しく残業をした帰りだった時計はもう夜の9時を指している家までは健康のために歩いて帰っているがその時期は不要不急の外出自粛が叫ばれていて 行き交う人はまばらだったその光景はニュースで見ていたがいざ実際に目の当たりにしてみるとまるで皆がきちんとルールを守って正義を執行しているような爽快感があったというしかしその気持ちよさも長くは続かなかった高橋さんが路地の角にあるコンビニを曲がると 急に向こうから電話をしている若い男が飛び出してきて勢いよくぶつかったのである細身の高橋さんはアスファルトに尻もちをついたがぶつかった男は介抱もせずそのまま交差点の方へ向かったおい思わず高橋さんは荒げた声をかけたが男からの返答はなく 代わりにマスク越しからでもわかる酒の匂いが伝わってきた。こいつ、高橋さんは久しぶりに悪を感じた。みなが我慢しているこの世の中でこれを悪と呼ばずに何と呼ぼうか。ヒーローや警察官になれなくても正義を下せる方法はいくらでもある。 そう思うと高しさんの手は自然と自分のスマホに伸びていた。男はどこか焦った様子でスマホを耳に押しつけ、交差点の信号が青に変わるのを今か今かと待ちわびていた。もちろんその状態で自分がまさか背後から盗撮されているとは気づくはずもなく。 青信号になるとまたおぼつかない足で走り去っていく一部始終がばっちり高橋さんのスマホに録画されたそうして自宅に帰った高橋さんは早速先ほど録画した映像を軽く編集してから SNS にアップした拡散機を、 不要不急の外出自粛時に酒の匂いを漂わせて出歩くバカ男コンビニ前でぶつかったのに謝罪なしその文言と一緒に男が写った動画や転んだ時にできた傷の画像をあげると面白いほどに拡散されていいねが集まったザマー見ろ高橋さんは久しぶりの高揚感に酔いしれ不謹慎男 と名付けられた男がネットの特定班にじりじりと追い詰められていく様をにやけ見ながらその日は眠りに落ちた風向きが変わりだしたのはそれから5日後のことである遠距離恋愛中の彼女ミクさんとスマホのビデオ通話で話していると彼女はうーん と少し話すか悩んでから会話を切り出した。変なこと聞くけど、最近誰かに恨まれるようなことしたユージの後ろにすごい怒った意気量が見えるんだけど。はミクさんはいわゆる見える人で、今まで何度か高橋さんが話していなかった事柄を当てたことがある。だからその指摘が嘘だとは思わなかった。 若い男の人かな。すごい予想でにらみつけてきてるああわかったもういい気持ち悪いよお前気持ち悪いってひどい高橋さんは気にはなったが強気な態度で電話を切ると男をさらしたことは少しやりすぎたかと反省したしかし一度ネットに上げた動画はもう回収しきれないものになっていた その後高橋さんはもう一度だけ「生きりについてミクさんに聞いたことがあるらしいが「まだいる」と冷たく返された。解決方法はあるらしいがそれを聞くと「前に正義感から教えてあげたのに気持ち悪いって言われたから」という理由でそれ以上はもう何も教えてくれないらしい。 全部屋事故物件。菊菊池池大学の先輩のメガネはいつも汚れている。美穂さんが拭かないのか聞くと彼は答えづらそうに「俺いつも目つぶしされてて」と笑う。 彼は眼鏡を外すと「痛い、あ痛い!」と言いつつ素早い動作でレンズを拭きかけ直すしかしみるみるうちにレンズの外側が指紋で汚れていく去年近所のアパートであった飛び降り自殺をやじうまして以来この通りらしいまるまるアパートは昔からやばいって評判でさ なるべく近づかないようにしてたんだけどね。好奇心に負けちゃって。と、先輩が笑った。思わずそうけ立つ。美穂さんが今まさに住んでいるアパートだったからだ。大学に入学した2ヶ月前からそこに住んでいた。先輩にどうやばいのか聞くと。全部屋事故物件らしいよ。 自殺者が頻発してるんだって、と教えてくれた。しかしあくまで噂で、詳しい話は先輩も知らず、ネットで調べてもヒットしなかった。今のところ、いわゆる幽霊を見るようなおかしな現象は起きていない。しかし、思えばいくつか気になる点があったという。やたら光が眩しい。 はじめはコンビニに泊まる車のボンネットに反射した太陽光が目に残り丸一日撮れなかったことから始まったそれ以降写真を撮るときのフラッシュだったり真夜中に開ける冷蔵庫の明かりや信号機の点滅でさえよくまぶたに残るようになった病院にも行ったが原因は不明 眼科では片頭痛により視覚に異常をきたす人もいるからと脳神経内科を勧められたが原因はわからず精神科の紹介状を渡されたところで金銭面からも病院巡りは一旦やめたもう一つおかしな点があるそのアパートにいると時間が過ぎるのが早い 部屋でスマホをいじっているといつの間にか5時間が過ぎていたり想定外な時間のスピードを感じていた次第に8時間寝てもほとんど寝ていない感覚で過ごす日が増えて授業中によく居眠りをするようになってしまった睡魔からサークルにも行かなくなり交友関係も狭まった そのせいか孤独を感じ、睡眠不足も相まり、気持ちが沈むことが増えた。大学では、工学の授業をとっていたため、講師に現状を伝えて、光と時間の関係を聞いたが、理由が理由だけに真摯に向き合ってもらえなかったという。末期になると、 自動ドアなどのセンサー系の機械が自分に反応しなくなっていた生命力が薄まっているように思えて危機感を感じ始めたという友人とファミレスに行くと自分の水だけ来ないことが増え外に出ればよくハエにたかられたそんなある日だった まぶしさからいつものようにサングラスをかけて玄関を出るとあの一階に住む王家に声をかけられたというすごい剣幕だった六十前後のふくよかな女性であるサングラスなんてしているせいで怪しいやつに思われたのだろうか王家は手すりでたばこを消すとひと言うちで自殺しないでくれます 廊下に土星が反響した。私は、見えるのそれだけ言い残すと、去っていった。恐怖で息を呑む。発言に対してではなかった。立ち去る大家の背後の空間が、歪んでいたからである。 台風の目のような穴がいくつも開きぐるぐると渦を巻いていたという美穂さんは言う私思うんですけどアパートがやばいんじゃなくて同じ建物に住む大家そのものがやばいんじゃないでしょうか後日 退去したという。するとまぶしさや時間感覚もすべて元に戻ったただこれだけはどうもやたら曇るという眼鏡のレンズを拭きながら美穂さんは苦笑いを浮かべたフク 野戦の後雨森玲にバイクで旅をし写真を撮るのが好きな遠藤さんある旅の途中随分と古びた建物を見つけた坑道からは木に砂利道が伸び崩れかかった石造りの門があり手前には四角い建物奥には家屋らしきものが見えた 少し進んで様子をうかがうに人の住んでいる気配はなく廃墟のようだった後輩的な魅力を感じた遠藤さんは写真を撮ることを考えたしかしガソリンの残量が心もとないため先にガソリンスタンドへ急ぐことにしたガソリンスタンドはすぐに見つかった一息入れようと店内に入ると 50代とおぼしき男性店員がいた遠藤さんは店員に先ほどの廃墟のことを尋ねた峠からこちらに向かう際に廃墟みたいなものを見つけたんですがあああれね戦前からある診療所だったんだよそうなんですか入ったらやっぱり怒られちゃいますかねあんちゃん物好きだなあ まあ地元の人間も山菜を取りに行く近道に使うし、荒らしたりしなきゃ大丈夫じゃないか。熊なんかも今時出てこないだろうし、行ってみたらいいよ、と笑われた。すでに時は夕刻に近づき、日が傾いていた。暗くなる前に写真を撮れればと、遠藤さんはガソリンスタンドを後にした。 廃墟に到着するとそこは確かに診療所というのがしっくりするほど小さな規模であった白い壁はくすみ野生の植物が生い剪定されていない庭木が茂っていた先ほど話を聞いた通りたまに人が出入りしているようで歩けないほど荒れ果てたという様子はない ガラス扉に手をかけるとやや思いが問題なく開いた。床には落ち葉や小枝が散乱し黄ばんだタイルが土ぼこりで汚れている。夕刻の光が満ちるとそこは何とも言えない懐かしさを感じる空間になった。夢中で写真を撮り気づくと日が沈んでいた。 完全に暗くなる前に住居の方を写真に収めようと家屋側へ向かう廊下にはいくつか部屋があり名前が掲げてあった診察室が二つ並びその向かいに処置室廊下の先には住居へ続くと思われる木製の扉があるその扉の前に何かがいた ほどの大きさの影が床でかすかに動いているクマならまずいこグマだとすれば近くに親熊のいる可能性がある遠藤さんは微動だにせず神経をとがらせ耳を澄ますが音は何もしない音はしないが火薬のようなにおいに気がついた 熊らしき生き物はいまだその場から移動しない。釣り、鈴、鈴。薄暗い中目を凝らす。暗闇に目が慣れてくると遠藤さんは悲鳴を上げそうになった。そこには、もんぺ姿にほっかむりをした老婆がいた。 頭と腕をべたりと床につけ足腰で前進しようともがいている縛った手指が何かを探すように床の上でうごめいている異常な光景におののきにおうと足を動かす後ろに一歩後ずさりしようとした時パキン静寂の中小枝が割れる音が響く 音を聞いてか老婆は遠藤さんへと動き出した張ったままじりじりとかすかに声のようなものが耳に入った「くすりくすり」。 目の前のおぞましい存在からかすかに聞こえるすすり泣くような声。もしかしたら立っていられないほどのひどいけがなのかもしれない。先ほどから感じる火薬のにおい、それにまざる鉄のにおい。老婆の服装は汚れている。おそらく血と土だろう。 <孫>に <laughs> 薬を <laughs> 脳裏に戦前からある診療所という言葉が浮かぶ間違いなく生きている存在ではない老婆そこから込み上げるような悲しみを感じた。 もうすぐ先生が来ますから思わず遠藤さんは捜査権だそして腰につけていた懐中電灯を老婆に向け照らしたそこには黄ばんだタイルと落ち葉があるだけだった。 フクロウ、夕立、つなり月彦。これは私が幼い頃、近所に住んでいた老齢の男性、H さんから聞かせてもらった話。もともとおとなしい性格であったという H さんは、友達を作るのが苦手で、 普段から一人で遊ぶことが当たり前のような少年時代を過ごしていた。虫取りをしたり、こっそり近所の畑へ忍び込んで、トマトやキュウリを取って食べたりと、気ままに遊んでいた H さんは、小学四年生のある夏の午後、家から少し離れた場所にある神社へと出かけた。そこは、 普段ほとんど人が訪れず、まるで自分だけの秘密基地を手に入れたような気分になれるため、頻繁に足を運んでいたそうなのだが、ある日、なんとも不可思議な体験をしたのだという。普段と同じように、お菓子を持ち込み、一人で木の枝で土に絵を描いて遊んでいると、不意に空が暗くなり、 夕立が降り始めた。夏場に夕立が降るくらいのことは特に珍しいことでもなかったから、H さんはどうせすぐにやむだろうと高をくくり、境内で雨宿りをしながらぼんやりと時間を潰していた。ところが、どういうわけかその日に限って一向に雨がやむ気配がない。 このままじゃ家に帰るのが遅くなるかもしれない。親に怒られるかも。雨雲のせいで空も暗くなるのが早く、辺りは薄闇に染まり始め、このままいても遊ぶ時間がなくなるだけだと判断した H さんは、もう家に帰ろうと雨の中を駆け出した。服が濡れることも構わず一目散に走り、 家へとたどり着いた H さんだったが、雨に濡れて帰ってきた H さんを見た両親は、どうした川にでも行って転んできたのかと不思議そうな顔で告げてきたという。H さんは何を言ってるんだろうと思い、全然雨が止まなさそうだったから走って帰ってきたと素直に答えたそうなのだが、 これにも両親は首をかしげるようにして、今日雨なんて降ったかと玄関の方を覗くようにしてつぶやいた。さっきからずっと降ってるのに二人とも気づいてなかったのかなそう思いながら H さんも自分が入ってきたばかりの玄関を振り向いて、そこで、あれ とおかしなことに気がついた。雨が降って曇っていたはずなのに、外が異様に明るく感じる。曇りガラスの引き戸越しに入ってくる光に違和感を覚え、そっと玄関を開けて外の様子を覗いた瞬間、H さんはそこに見た光景に我が目を疑うこととなった。 家の中に入る直前まで降っていたはずの雨は消えうせたかのようになくなり、暗かった空にはオレンジ色の淡い光が広がっている。それどころか、長時間降り続いていたにもかかわらず、地面がどこも濡れていない。家に帰り着いてほとんど時間が経過していないのに、 こんなにすぐ地面が乾くなんて絶対におかしい。H さんは困惑しながら、つい先ほどまでの体験を両親へ話して聞かせたが、当然と言うべきか聞く耳を持ってはもらえず、濡れて帰ってきたことを怒られると思って適当な嘘をついているのだろう、と、勝手な解釈をされるだけだった。それからすぐ、 風邪をひかないうちに風呂へ入れと言われた H さんはしぶしぶお風呂へ向かったのだがその際脱いだ服やズボンからかすかに生臭い匂いが漂っていることに気がついたそれはまるで腐葉土の香りを薄めたような匂いで消えた雨同様になぜそんな匂いが服についてしまっているのかも H さんには開目見当がつかず、ただ首をかしげるしかなかったという。遠い夏の日、自分が遭遇したあの夕立は一体何であったというのか白昼夢かはたまた狐にでも化かされてしまったのか 八十を過ぎる年齢になっても、H さんには人生で一番の不思議な体験として記憶に残り続けているのだと、そう語ってくれた。フクロウ、夢に出る母、三上亮、私の母は、 病弱な人だった。あまり外に出られない代わりに庭で花を育てたり一緒におやつを作ったりしてくれる優しい母。その母も私が十歳の時に病気が重くなり亡くなってしまった。それからというものよく母の夢を見てきた。ただ夢の中の母とは いもしゃべったことがないある時は歩道橋の反対側にいて優しい顔でこっちを見ていたりまたある時は崖の向こう側に立っていてとても険しい顔をするので近づくことすらできないのだけれど目が覚めた時の気分はとてもよい母に会えたことが何よりうれしかったそんな夢も 大人になるにつれて少しずつ見る回数がへってきたあるよう数年ぶりに見た夢のようすはいつもとちがっていた当時家族三人でくらしていた家に母と二人でいるのだテーブルの上にはいちごと生クリームがたっぷりのったケーキやワッフル 絵本に出てきそうなほど積み上がったパンケーキ、猫型のクッキーなど、他にもさまざまなおやつが隙間なく並べられていた。母はというと、何かを探しているようで、キッチンの隅にしゃがみこんでごそごそと音を立てている。お母さんと声をかけようとすると、それより先に、ねえ。 テーブルの上のおやつ全部食べていいからねそう言われてはっとした違うこの人は母ではない母なら「ね」ではなく名前で呼ぶはずだそれと同時に妙な気持ちに次々と襲われたこの人に名前を知られてはならないこの人をお母さんと呼んではならない 目の前にいる母によく似た誰かに偽物だと気づいたことを悟られてはいけないという気持ちさえ働くそこで今はお腹がいっぱいでおやつはいらないとやんわり断って家を出ようとしたするとすかさず「ねえ2階の部屋を探してきてくれないねえ見つけてくれるよね」 そう言われたので黙って二階に上がることにした「ないな一階にも聞こえるように大きな声で独り言を言いながら何を探せばよいのかも分からず何かを探すふりをするしばらくすると一階の物音がピタリとやんだ様子をうかがうためにゆっくり一階に降りると部屋の中が変わり果てていた まるで廃屋ドアや床が朽ちているさっきまでリビングにあった家具は消えておりあの人もいないただ一つおやつの並んだテーブルだけが真新しいまま取り残されていた明るかった窓の外は夕日が沈んで暗くなろうとしているここで夢は終わった 夢から覚めた瞬間耳元で知らない男の声がしたもう起きちゃったのそれ以来何度も偽物の母が出てくる夢を見るようになったそしてこの夢から覚めた時には必ず耳元で あの男の声がするフクロウ養老渓谷の昼オガピー養老渓谷は養老川によって形成される渓谷でハイキングや紅葉狩り温泉と楽しめる千葉県有数の観光地である。 千葉に住んでいながらまだ養老渓谷に行ったことのなかった伊藤は夏休み中の娘を連れて遊びに行ってみることにしたついてみると夏休み中ということもあってさすがに人が多かった特に水場には若者が多くおりその中に入っていくのは気が乗らなかったのでとりあえず栗俣の滝や 観音橋などのべたな観光スポットを回り午後の温泉を楽しむ前に昼食をとることにした伊藤たちが和食どころの2階の座敷で食事をしていると先ほど水場で見かけた若者たちが入ってきた「うん伊藤が何か違和感を覚えてよく見ると若者たちの歩いた跡が真っ赤 かに染まっている血だ驚いて若者たちにそれを教えると当事者たちも驚いている痛みがないのだそうだああルにやられたねよくあることなのか食堂の主人が冷静に教えてくれた若者たちの順応性も高かった直ちにスマホを使ってルを検索し 特にに同日に対処していった。温泉を楽しんだ後、伊藤の足は先ほどの若者たちがいた水場に向いていた実は伊藤は毛虫や芋虫の類が好きであった自然とまだ見たことのないヒルに興味を持ったのだそこで娘が止めるのも聞かず落ちていた木の枝に 要塞用の糸をつけその先には現地調達の加工肉をまいて水場にたらしてみた「もうザリガニじゃないんだから」という娘の声も昼に夢中の伊藤の耳には届いていない「何をしてるんだ?」という声に伊藤が振り向く瞬間だったすごい勢いで枝が引っ張られたうわっ 思わず手を離してしてまった。伊藤に声をかけたのは地元の観光協会の関係者だったあ驚かしてすまんねうでもねお姉さんがいるそこはねなぜか足を滑らせて転落する人が多いところなんだよああもうずいぶん前だけど亡くなった人もいるからね 心配そうに話すその男に伊藤は頭を下げ娘の手を引いて車に戻った「大丈夫?」話しかけたのは伊藤のほうだった水場での出来事以来娘が口を開かないさっきのことが恥ずかしかったのかと思ったがちがったあのねお母さんが枝を落とした時なんだけどね みずのなかにいっしゅんだったんだけどねでもそれひとじゃなくてふるえるこえでむすめがいうおおきなヒルだったのむすめがいうにはおおきさがひとのふとももくらいのヒルがかこうにくにくらいついてそしてひっぱるようにしてもぐったというのだ。 そしてその昼の胴体に人の顔らしきものが浮かんでいたのだそうだまさかねえ帰宅し改めて風呂に入った伊藤は運転の疲れからうとうとしていたかくん伊藤が名落ちした時 少し飲んでしまったお湯に鉄の味がした。ん見ると、浴槽が真っ赤だった。そしてその浴槽の中に、顔があった。黒くぬめった死人のような顔が。がっ <laughs> 思わず浴槽から飛び出した伊藤が見たのは、 人の太ももくらいある人面のヒルだった。悲鳴を聞いた家族と改めて浴槽を調べたが、そこにそんな大きなヒルはいなかった。いたのは血を吸ってパンパンになった普通のヒルだった。水場に入らなかった伊藤に、そのヒルがいつ どのようにしてついたのかはわからない。伊藤の好奇心が何かしらの怪異を引き寄せたようにも思えるが、当の本人は怖がるでもなく、でも本物のヒルを見ることができたんだから、結果ラッキーだったんじゃないとコロコロと笑っていた。 昼に同日にスマホを操った若者たちよりも伊藤の方がさらに上手なのかもしれないフクロウ6でもない縁大戸もも15年くらい前の話だと思いますその日上田さんは おばの新居を訪ねる予定だった。途中ですっかり道に迷ってしまい印刷した地図を片手にかれこれ三十分は住宅街をさまよっているもう何度も同じ道を通った気がしていたふと足が止まった今まで見落としていたが家と家の谷間から木造の住宅が見えるあった 上田さんはほっと安堵し足早に目指した少し奥まった場所に立つその家を今思えばなぜ確信を持って訪ねたのかわからないんですけど分かりにくい場所にあるとは聞いていた昔ながらの中古物件をリノベーションしたから 見見た目には古く見えるだろうとここだと思った家のインターフォンを鳴らす壊れているのか音が鳴らない玄関の引き戸に手をかけると軽くガラッと開いてしまった自分が来ることを知っておばが開けておいてくれたのだろうそう判断し遠慮なく引き戸を開けぎょっと。 とした玄関に散らばった大量の靴両脇には無数の不要品が積み上げられ人一人通るのがやっと壁や床のあちらこちらに付着した雨漏りらしき染み奥へと続く廊下は床が抜け所々ろどこに段ボールが敷かれている普通 この時点で間違いに気づくはずですよね。だって明らかにリノベーションしたてのお宅じゃないし。上田さんはそっと家の敷居をまたいだ。ごめんください。呼びかけるも返事はない。少し待ってからもう一度声を張り上げる。ごめんください。 すると今度は廊下の奥からがたりと物音が聞こえたようやくおばが出てきてくれるのだろうしかしいくら待っても現れないだんだん不安になるここは本当におばの家だろうか第一 なぜろくに確かめもせず、玄関を開けてしまったのか。そういえば、表札すら見ていない。突然、はっと自分の失態に気づいた。すみません、間違えました。大声で謝り、引き戸を閉め、慌てて来た道を引き返す。 汗で洋服はぐっしょりとぬれていたおばに電話するとそこは全然違う場所だという結局迎えに来てもらうことになり初めからそうすればよかったと後悔したその日の帰宅は夜遅かった まだ固定電話があった頃です。ほとんど置物になっていましたけど、この時は珍しく留守番電話のランプが点滅していて、どうせセールスの電話だろう。そう思いながらボタンを押し、メッセージを再生する。ごめんくださいと女の声がした。一瞬、そうとわからなかったが、 これは自分の声じゃなかろうか続けて「ごめんくださーい」と叫ぶ声やはり自分だしかも今日家を間違えて訪ねた時の、はあ「わけがわからない」混乱し電話の前に立ち尽くすすみません まちめげんかんのとがしまるおととはしってゆくあしおとこれはなんだろうあのときろくおんされていたのだろうかまさかなんのためにろくおんはそれからもつづいたが。 何の音声も入ることなくぷつりと切れた後日知り合いにお祓いできる方を紹介してもらいましたそういう類のものだと思ったのでその方曰くたまたま波長があっただけ。 留守番電話のメッセージも削除していただき上田さんは胸をなで下ろしたこれで大丈夫だと思いますでもその場所には二度と近づかないでくださいねどうしてですか理由もなく偶然に波長があってしまった場合かえって で縁を断ち切りにくいのだそうだあれ以来上田さんはおばの家近辺には行っていないだってあんな電話をかけてくるなんて悪質な自己アピールですよね絶対にろくな相手じゃないですよフクロウ にじむ写真。なし。これは、宮崎県に住む大学生の K さんから聞いた話である。彼は大学入学を機に一人暮らしを始めたのだが、いくつかの不動産屋を回った結果、賃貸のワンルームアパートを借りることとなった。 お政治にも綺麗な内装とは言えなかったが家賃の安さとアクセスの良さが決め手となったというそれで3年ぐらい暮らしてるんですけどね住み始めてちょうど1週間ぐらい経った頃かな家で変なものを見つけたんですよそれは午後2時頃 買い出しに行こうと家を出た時のことである最寄りのバス停に向かって一分ほど歩いたところで彼は家にスマートフォンを忘れたことに気づいたというベッド近くのコンセントで充電したまま置き忘れているバスが来るまでには時間的余裕もあったため彼はいったん家に帰ることにしたあ,あでもさっき言ったとおり 僕の家ってワンルームだから、つまりは玄関から数歩ぐらいの距離なんですよ、スマホまでは。だから玄関まで来た時にわざわざ靴を脱ぐのが面倒になって。こうわかりますかね彼はそう言いながらテーブルの上に両方の手のひらをぺたりとつけた。靴を履いたまま靴底をこう床につけないように 四つん這いみたいな格好でスマホまで向かったんですよ。両手足を、というか、両手、両膝を、ペタペタフローリングの床にこう、つけながら、そして、あと一回ずつ両膝を動かせばベッドまで到達するというところまで張ったところで、ずるりと右手が滑ったのだという、右の手のひらには、水っぽい感触が伝わり、 彼はそこで反射的に右手の方向を見たするとそこには一枚の写真が落ちていた誰の顔かもわからないすごく古い女の子の白黒写真です顔の部分はにじんだようになっていて、うん、僕の手のひらには黒いシミがついていましたインクか何かだと 最初は思ったんですけどね、彼はそう続けた。それが何なのかは、今も分かりません。僕の手にへばりついたそれは、ベタベタしてて、なかなか取れなくて、そして、なぜか、かすかにおしろいの匂いがしました。それから彼は、 家の至るところでその写真を見つけたのだという必ずその写真に写る女の子の顔部分はモヤモヤとにじんでいてそこに触れると彼の指には黒い何かがへばりつくのである会うたびににじみ方が強くなってるのがわかるんですよね手の感触と手にへばりつくそれの 色と、匂いとその後彼は契約した不動産業者などに連絡してみたものの不法侵入の形跡はもちろんそのアパートにまつわるいわく因縁なども特に見つからなかったそうだ最終的に初めてそれを見つけてから1ヶ月程度の時間がたった頃 再びその写真を見ることはなくなったのだというだからなんでその写真が僕の家に出たかよりもなんでその写真が出なくなったかの方が気になりますねこの子今どこで何してるんでしょうねい,やいえ会いたいとは思いませんけど。